はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。骨大陸戦記初見実況プレイ続きをやっていきたいと思います。本日は第6章ですね。第6章、レンティアの送信中でいいのかな。サルトニア王国、王都アルセイス攻撃級、攻撃級リオンの居室。リオンさん帰ってきたのかな。フレイヤ無事か。いないんじゃない。ああ、帰ってきてたんだ。え、リオン様、ご無事に戻られたんですね。よかった。フレイヤちゃん、こっちに戻ってきたんだ。無事でよかった。それは私のセリフだ。フレイヤに危機が迫っているとエミールから聞いて。だが、何事もなかったのだな。いや、何事かはあったけど。何事もなかったというわけではないのですが、実は。かくかくしかじか。お帰りなさいませ、リオン様。僕たち王の盾、そしてあのお方の庇護もあり、なんとかフレイヤ様をお守りできました。誰だっけ。あ、ドラープニールさん、ありがとう。うむ、そこの若者の言う通りだ。危ないところだったぞ。あなたはドラープニール王ではありませんか。王様自らも申し訳ねえな。フレイヤを救っていただいたと。礼が遅れてしまいましたが、ありがとうございます。久しいな、黒騎士殿よ。前日のトーナメントの時以来か。あの時は昨日へのエルビン王子を打ち破っておったな。大陸最強の騎士の名声は伊達ではない。今度は日の絵のロルフ王を打ち破ったとも聞いた。やはりお主とは戦いたくないものだ。え、お父様を破ったって。フレイヤ、すまない。私も戦いたくはなかったのだが。いえ、戦争なのですし仕方のないことです。あ、でも父は無事なのですか。一応命はあるよ。さすがに老王と謳われるだけのことはある。私も手加減はできなかった。戦いの途中でエミールから君が危ないと聞き、決着はつけずに撤退してきたが、おそらくロルフ王は生きているだろう。しかし日の絵を攻めるのは私も本意ではない。父上に再度説得をし、日の絵侵攻を思いとどまるよう話をしてみる。うん、日の絵侵攻はレンヌの命であったか。そうか。うん、そういえばなぜここにおるのかと聞いたな。レンヌとの会談のためだ。大丈夫。サルトニアの木の絵、日の絵への進軍は我がカルバリー領内を通過する。サルトニアが木の絵、日の絵と戦うのは構わないが、我らは巻き込まれたくはないからな。なぜレンヌはこのような侵略を行っているのか、有効のはずの我らには何も理由を知らされていない。ドワフを下に見ているのか。面白くない話だ。我がカルバリーはサルトニアと対等の同盟関係のはずだ。そこでレンヌに直接問いただそうと攻撃級に入ったのだよ。レンヌの相談役というバール同士に会うことはできたが、レンヌとの会談まで随分待たされておる。尋常願い出る者が多いなどと何かと理由をつけているが、要はレンヌはわしに会いたくないと見える。そこで攻撃機の中で暇を潰しておったら、このお嬢ちゃんがオークに殺されかかっておったのだ。ん？ん？前の話？お嬢ちゃんが誰かは知らなかったが、仲裁をしようとしてオークの方を叩きのめしてしまった。聞けば日の絵の王女だというではないか。驚いたぞ。一体この攻撃区で何が起こってるのだ。あまり良くない噂も聞いておるが、どうも本当のようだな。ええ、父上は人が変わったようです。私がお諌めしようとしても全く聞く耳を持たない。ああ、全くって勝手につけちゃった、ごめん。ドラプニル王、フレイヤを助けてくれたことを感謝いたします。私はエルフ、ドワーフ、人間族、それぞれが共に暮らせる世界にしたいと思っています。人間国家への侵略は、サルトニアの友邦であるカルバリーにも害をもたらす恐れはあるでしょう。すみません、噛みました。ドラープニル王、父上をお諌めするのに力を貸していただきたい。そうしたいのは山々だが、レンヌはわしに会いたがっておらんようだし、それにこの大陸で本気になったあやつを止められる者はおらんぞ。めっちゃ強いのか。それに黒騎士殿よ、歴史的にエルフとドワーフは不仲だ。にもかかわらず、我らがサルトニアと友好を続けているのは、ひとえにレンヌの人柄によるものであった。そのレンヌが人間族を目の敵にするのであれば、ドワーフ族に対してはどう出るつもりなのか。カルバリー王としてわしが気にかけるのはそのことだけだ。悪いが、
人間に同情している余裕などはない。わかりました。ああ黒騎士殿、暗い話ばかりになってしまったが、良い話もあるではないか。のう、何は良い話とは。貴殿もようやく父親になるのではないか。エルフと人間の子供など久しぶりに聞く話だがな。ハーフエルフだ。何この空気。ちょっと待ってくれ。頭が追いつかない。私が父親になるとは。いやお前さ、お前絶対やってるからさ、そこはピンとこいよ。あの自動でなるわけねえんだからさ。まさかフレイヤ。もうドラープニル様ったら、彼を驚かせようと思っていたのに。十分驚いてるよ。ワンじゃまだ知らせておらんかったのか。黒騎士殿のそんなうろたえた顔を見られるとは。面白いもの見させてもらったわ。あら泣いちゃったよ。もうフレイヤ。リオン様、私あなたとの子供を宿したようです。だからこの子のためにも、私はあなたと共に生きたいと思います。わしは邪魔者のようだな。退散させてもらうとしよう。ではな、体をいとえよ、お嬢ちゃん。いやー、フレイヤさんあれかな、ちょっと戦いにくくなるかな。それにしてもエルフの王子と人間の王女の子か。その子は過酷な運命をたどることになりそうだ。そうだね、このままだとやばいからね。ご解任おめでとうございます、フレイヤ様。そしてリオン様、こうなったからには、身重のフレイヤ様をお守りすることは攻撃空もアルセイス周辺でも難しいでしょう。キノエ、ヒノエラとの戦いもあります。サルティニア時代にとどまるべきではない。ここはいっそアルフヘイムに渡られてはと思うのですが、いかがでしょうか。そうだな、私が常にフレイヤのそばにいられればよいのだが、父親の命に従わねばならない以上そうもいかん。カシス、頼めるだろうか。リオン様、私あなたと離れるのは嫌です。わかってくれフレイヤ、私たちの子供を無事に産んでもらいたいのだ。はい、でも必ず迎えに来てくださいね。え、アルフヘイムってどこ？アルフヘイムってどこ？地図上見えねえな。なんだろう、安全なところないんだけど、骨大陸とは別の大陸か、アルフヘイムって。一方その頃、キノエ王国王都マンシュタイン、王城グデーリアン作戦会議室。そうか、キノエではそのようなことになっていたのか。はい、キノエの一部にロルフ王に対する裏切りがありましたが、ルディ王子の働きで鎮圧された模様。ルディ王子はヒノエ軍の半数を率いて、スズメ王女と共にヒノトの助力を求めに向かうようです。ロルフ王はヒノエ領内に潜み、サルトニアにゲリラ的に抵抗し続けるようです。リオンめ、フレイヤだけではなくロルフ王まで、許せんな。ジクムント王子、ヒノエはヒノトと合唱を推し進めようというのですね。合唱？合唱ってなんだ？初めて聞く言葉だな。そのようだな。ルディとスズメ王女なら成し遂げるだろう。いえ、容易なことではありません。ヒノトには様々な問題があります。そしてそれは私の国ヒノトにも同じことが言える。でももしサルトニアに本気で勝つというのなら、私たちはキノエ、ヒノトの合唱を急いで進めにはなりません。うむ、そうだな。ヒノトの助力を得られる見込みはあるのだろうか。周りの同盟みたいなもんから合唱って。バルバラ王女、俺もキノトについて少しは知っているが、そこまで詳しいというわけではない。情勢について教えてもらえるだろうか。わかりました。地図をご覧ください。ほうほう。キノト領は大きな一つの島となっている。数百年前、キノエ王家の親戚だったキノト王家が島を支配していたが断絶時、あ、かんだ。やがて数百の諸侯が覇を競うようになった。それが3つの公爵家にまとめられたのがおよそ100年ほど前のことである。レンティア、ワラキア、シルバニア。3つの公爵家による合議で、以後はレンティア公家が新たなキノト王家となった。バルバラの家はレンティア公家である。だが、王家といっても支配するのはレンティアのみ。ワラキア、シルバニア領は独立国のようなもので、独自の軍勢を持っている。
王国だけど、まあバラバラって感じなのかな。ワラキアはオーガ族、シルバニアはなんて呼んだらいい、トニン族、ウサギなのか分かるけど、ウサギなのは分かったけれども、なんとなくあれ名前出てきた、名前出てこないわ、名前出てこねえわ、覚醒のあの子、獣人の子、名前出てこねえ、まあいいや、あー飛んじゃった、ちょっと待ってな、さっきのオッケー、純粋な人間族の国はレンティアのみである。ほーん、結構いろいろいるんだね。彼らは表面上はレンティア公家に従っているが、隙あらば島の覇権を狙っているのだ。なるほど、やはりそれではキノト全軍がサルトニアに立ち向かうというのは難しいだろうな。今のところエルフの国であるサルトニアは人間族の国であるキノエ・ヒノエのみにしか攻め入っていない。人種的な敵対感情によるものと思われる行動だ。オーガ族のワラキア、トニン族のシルバニア、共に人間族のために行動を起こすとは思えない。ごめん、読み方間違ってたの、マジ申し訳ない。普通に、でもな、多分音読みで読まないといけないんだよな。それどころか、レンティア公家が独自にキノエのために派兵をしてくれたとしても、その隙をついてレンティアに攻め込むことも考えられる。おっしゃる通りですわ。ですから私も、この騎士だけしかキノエに連れてくることはできませんでした。レンティア主力部隊は弟のビルヘルムに任せ、国の防衛に当たらせています。ワラキア、シルバニアへの備えだけではなく、東方大陸の海賊の鎮圧にと。東方大陸の海賊か、そんなもいるんか。噂には聞いているが、海賊ごときがそれほど厄介なものなのか。厄介ですわね。東方大陸の海賊はただの海賊ではありません。いわゆる知略海賊というものです。国から密かに命令され、レンティアの商船を狙い撃ちにしている。なんだと、大胆不敵な連中だな。東方大陸には大きな国はないが、海賊が潮流しているというのは、潮流しているというのは聞いていたが。それだけではありません。東方大陸の海賊は、レンティアの商船しか狙わない。つまり、ワラキア、シルバニアとも通じている可能性も高いのです。彼らの狙いは明確です。レンティアの力を削ぎ、自分たちの国で交易を独占したいのでしょう。ならば、海賊を討伐すればいい。レンティアには木の絵がついていると、ワラキア、シルバニアにも見せつける必要があるな。よろしいのですか？それは助かりますけども。けどなんだ？ジクムント王子は、私を嫌っていらっしゃるのかと。国同士の問題だぞ。好き嫌いで語る話ではない。俺は、はっきり言ってバルバラ王子は苦手だ。はっきり言っちゃった。しかし、戦士として尊敬している。共に戦う仲間として頼りにしている。キノエを助けてもらった以上、今度は俺たちがキノトを助ける番だ。それに、レンティアが人間族の国である以上、サルトニアが背後についている可能性もあるだろう。チクマン王子。そうですわね。ならば参りましょう。私の祖国、レンティアへ。今回はそっちの話か。かくしてジクムントとバルバラはキノトのレンティア公国へと向かう。キノエとキノト領が真に力を合わせるために。だがその動きは周辺諸国の各勢力を刺激するのであった。ドンマーイドンマーイやじゃねえんだよ。レンティア公国コートレンティアドラガリアパレス、かっこいいな名前が。作戦会議室。何ですって、弟がヴィルヘルムが海賊の矢に撃たれて重傷？は、傷は深く伏せております。そして上ごとのように姉上とつぶやいているそうで、シスコンっぽいな。王子の従者からは、なんとかお見舞いに来ていただけないかと懇願されております。それは大変だ、行ってやればいいじゃないか、バルバラ王女。いえ、残念ながら今はそれどころではありません。シルバニア、ワラキアが軍をレンティアへ進めているという報告がありました。めんどくせえ。なんだと、早速あからさまに敵対してきたというのか。は、どうやらキノエ軍がレンティアに入ったことがシルバニア、ワラキアを刺激したようで、しかもレンティア沿岸にはランダーキア島を東方大陸の海賊どもが占領してしまいました。シルバニア、ワラキアと同調しているのは明らかです。早急に対応しなければなりません。3つの勢力を同時に相手せねばならんのか。厄介なことになったな。レンティアの竜騎士部隊はどの程度使えるのだ。それが、ヴィルヘルム様は竜騎士の主力部隊をアルフヘイムとレンティア航路の商船の護衛に向かわせていました。現在
レンティアコートを守る竜騎士はほんのわずかしかおりません。なんでやねん。そうか、ならば。キノエ軍がレンティアに来たばかりに各国を刺激したというのなら、俺たちがやるしかあるまい。直ちに出撃しよう。わーい。ん？バルバラ王子はどうした？それが、バルバラ王子が出撃される前に、ビルヘルム王子がどうしても一目会いたいと懇願されまして。見舞いなら後にしてもらいたいところだが、生死を分けるような重傷なんだろうか。それならやむを得ないだろう。責任感の強いバルバラ王子ならすぐに駆けつけてくれるだろう。ってことは後から来るのかな。まずは俺たちが先行しよう。目下、我々の敵は東方大陸の海賊です。奴らはレンティアの沿岸にあるランダーギア島を占領、そこを根城としてレンティア沿岸を襲撃しております。これでは小勢がレンティア沿岸に近づけません。早急に奴らを討伐する必要があります。近隣の村が襲われ多数の村人が連れ去られたという情報もあります。わかった。ワラキア、シルバニア軍がレンティア領内に入る前に早急に海賊どもの討伐しよう。これね、東方大陸の狩猟海賊はゲクランという男が狩猟のようです。ご覧の通り、島を要塞化してこもっており、迂闊に近づけません。空から攻めても急兵に追いかけられてしまいます。はい、橋かけるのかな。なるほどな。では沿岸から兵を向かわせ、この辺りから橋をかけて島に乗り込むのが良さそうだ。は、我らレンティア軍もそのように考えています。そこで我らの工作員がこちらの小屋に潜伏しており、島に橋をかける準備をしております。戦力が整い次第、一気に島へ渡って攻め込みたいところです。よし、ではキノエ軍出撃せよ。セーブします。セーブをします。で、まずは情報収集かな。会話確認できるな。めっちゃできるし、なんか固有名詞のある人がいるな。情報収集、攻略、何この侵入禁止って。まあいいや、とりあえず。40ターン防衛で勝利となりますが、敵将を倒していった方が得られるものは大きいです。この章では傭兵が多く使えるので、自分が育っていなければ使うと良いでしょう。20ターン経過がゲクランを倒した場合、マップ上から大量の敵増援が多く出現し、北の町が危険です。その前に自分をすぐ北の町へ向かわせられるよう準備しておくと良いでしょう。マップ各所の怪しい地点で探索調べるなどをするとアイテムを選べます。ただし強めの敵が出現する場合もあります。はい。難易度によって数は違いますが、条件を満たせ毎ターン出撃する増援も、出現する増援もある。マップ南西の砦、マップ北、マップ北西。各陣営敵将を倒せば出現しなくなる。はい。星？侵入禁止？戦術指南。この章では南北のエリアを侵入禁止という地形で分けられています。はい。飛行ユニットにも高い山を飛び越えて北へ行くことはできません。ただし、北門開放イベントを起こすことで地形が変化し、行き来できるようになります。なお、イベントを起こさなくても、転移アイテムで侵入禁止の地形や北エリアにも転移させることが可能です。転移アイテム使っちゃったから多分持ってないんだよね。軍資金。ありがとう。わいっぱい。フルトの、この衛兵。クルト殿下、我らクライストの騎士も馳せ参じております。御身をお守りいたしますぞ。ああ、ありがとう。頼りにしているよ。このマップは13枠プラス追加ユニットを出撃できますが、追加ユニット、ああ、はいはい、あったね。傭兵ギルドはちょっと待って。一回行書に。はい。今回はダーブーシンの5振って、魔力が、魔力？うち魔力キャラいなくね、今んとこ。まあ、とりあえず買っときますけど。だって今、うち、この、ねえ、魔法キャラ、国会で手に入るのかな？そう、魔導士を、ねえ、今のところいないんだよね。まあ、今回仲間になるフラグっていうか、そういうことでいいのかな？長いんか、長いけど聞くしかないんだよな。レンティア、骨大陸随一の国際都市。いろんな国から来た傭兵を雇えるのよ。スカイライダーなどレンティアならではの兵はもちろんのこと、日の戸の侍や日の絵のノーマットもいるわ。傭兵に頼りすぎると自分が育たないっていうけど、自分だけじゃ手が足らないなら素直に雇った方がいいわね。カルバリ、サルトニア、アルフヘム大陸、東方大陸、この国にはよその大陸や他国から様々な商品が流れてくるわ。優れた武器や魔導書なんかは他では手に入らないでしょうね。
これからのことを考えてすぐ使わないにせよ買っておいてもいいと思うわ。私見たんです、砂浜に横たわる骨が一人手に動き出すの。え、あれは何か恨みを抱えた人の霊に違いありません。ああ恐ろしい。フレンティアはいつもお貴族様同士のドロドロした戦争が絶えませんから。あ、戦争だった。ごめん。あなた方も砂浜にある骨には近づかない方がいいですよ。ああ、シルバニアの都人族が恐ろしい。ごめん、読み方間違ってる可能性があるけど、調べるのもなと思って、もういいやってなってんだけど。やつらは性欲と脚力に長けています。もしよ、人族に襲われたら。え、性欲？多くに襲われるよりはよっぽど危ないでしょ。襲われるよりよっぽど危ないでしょ。騎兵のように追いかけてきて襲われてしまう。ってことはめっちゃ移動力があるのか？若い女からすれば悪魔みたいな連中。今レンティアの女はみんな震え上がっています。都人族は白い体毛を持つ白白とかな。なんか結局音読みで読んでるんだけど、どうなんだろうな。黒い体毛、黒いのと白いのがいる。白ウサギ、黒ウサギ、かわいいじゃん。見た目かわいいのかな。え、コウモリ、コウモリ族とのハーフだから肉食獣のような牙を持っている。それにコウモリ族のように洞窟で暮らしているから音の反響で障害物を避けたり耳が良い。素早い動きと探検に気をつけてくる恐ろしい連中です。どうかお気をつけください。ワラキアのオーガ族は恐るべき連中です。まるで悪魔のように頭に角があって青い肌をしていて、なんと人間を食べてしまうのだとか。兵士の皆様、どうか我々をお守りくだされ。なんだっけ、ジェラルドさんだっけ、なんかカシスさんと一緒に戦ってくれた人、あの人が確かオーガ族だったよね。子供たち、ランダーキア島に居座る海賊どもがこの付近の村の子供をさらったという。このままでは東方大陸に連れて行かれ奴隷として売られてしまうだろう。貴様方、どうか助けてやってください。はーい。21体以内にゲクランを倒すと子供たちが出現。めんどくせー、めんどくせーやつだー、こういう護衛マジ嫌い。はい、一旦セーブをしてから、待って、ショップ、ちょっとショップを見て、金が 15,850 ね。それだけを確認してから、どこ行った？会話じゃないです、情報収集の傭兵ギルド。はい、雇用プラン、疲弊プラン、はいはい、バランスプラン、攻撃魔法マージ、回復魔法ヒーラー、前衛ソードマン、ゴリ押しプラン、クソアルタだな。欲張り欲張りする。いや正直さ、ここ2つ、ゴリ押しは割とどうでもいいけど、ここ2つ欲しいなって思ったな。だって魔法もさ、やりたいなって思ってさ、じゃあ欲張るかそこはもう欲張っていこうぜ。金はあるからな、イージーだからな。じゃあじゃあまあ、レンティアの魔法屋とか、なんか見たことないものがいっぱいあるね。でも、会話確認でさ、ソランジュさん、ジャンさん、でも魔法キャラじゃなさそうなんだよね。魔法系が仲間になるみたいな雰囲気を漂わせつつも、別に魔法キャラが今のところなんか仲間になりそうな人がいるわけではないと。今傭兵がこうやっているけれども、この人たちはゲストユニットだから別にねえ。でも使う、何これ、宝箱でもうちシーフいないけど、あ、でもあのあれか、こういうユニットでなんかいたよな、名前付きの。最初にこっち行って、でも北の村が危ない。北の村ってこれはあれだし、多分これ採掘だし、宝箱がどうとかやし。はい、ここ回復、ここなんかだ、ここに誰が、マーメイドシーフ、ああ魚人さん、金次第で動く、お金払ったらっていうタイプか。え、ソランジュさんだな。ジャンさんって誰だ、ジャンさんって誰だ、ジャンさんって誰だ、
今いたな。お前か。この人も、巨人が嫌い？嫌い？嫌いか。どっちかか。もしかして。選べるタイプか。でもな、女の子がいいよね。ごめん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 。女の子がいいよね。で、マーメイドシーフっていうことは、もしかしてこの方は海しか歩けないとかいうオチだったりする？どっち？待って。奇襲、盗む、鍵開け、サイド、サイドあるじゃん。平均移動4で海や川も移動できる。両方移動できるっていうだけ？これ、ダブルシーフいるけど、どっちかっていうパターンっぽいよな。両方仲間にできたらそれはいいんだけどね。まあまあまあ、とりあえず目の前にいるソランジュさんをやってからワンチャンジャンさん行けるかどうかでチャレンジかな。この人待ってな、金次第で働くという一言しかないけれどもな、この人は全く動かないという様子であれば、待って、自軍ユニット誰でもいいのか、地下。でもソランジュさんがいいな。まあ、とりあえず準備しますわ。お待ちください。はい、お待たせいたしました。今回ね、ユニット出撃、今まで結構全員出れたんですけれども、ちょっと出れない人が何人かいるので、まあ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 、キャラクターかぶり、ソルジャーとかアーチャーとかの人、そんなにいてもしゃあないかなっていうことで、っていう感じなんですけれども、やっていきましょうかな。大丈夫かな、わかんね。まあ、やってみるしかね。40ターン耐え切る。ゲックランさん撃破で条件追加。ジクモントさん、バルバラさんがね、現時点でいないんだよね。なんか後々ポヨンって出てくるのが、レンティア城下町への指摘の侵入。市外へ侵入した場合だから、多分、門のところですね。うん。で、まあ、ここ、あ、かわいい！かわいい！超絶に可愛い！ランダーギアに東方大陸の海賊が上陸してるのか。でもあいつらやり方がちょっと強引すぎるわ。もっと華麗に盗めばいいのにね。私はああはなりたくないわ。いっそ私はレンティア軍に雇われてみようかしら。ま、お金次第だけど。え？うん。コルテスさんって誰？はあ。ソランジュさんを仲間にするか、ジャンさんとコルテスさんという仲間、二人を仲間にするか、誰も仲間にしないか。はあ。あ、ついにこの村にも海賊が押し寄せようと。私たち一体どうしたらいいの？皆さん、落ち着いてください。先ほどレンティア軍とキノエ軍が出撃したようです。きっと海賊を追い払ってくれるでしょう。胸でけえな。決して村から出ないように、ラブシンにお祈りして待ちましょう。エレオノーレ様、わかりました。きっとラブシンはお見捨てにならないはず。信じて、待ちましょう。はい、あ、ヒーラーか。それはもうさクッとね、即行かないとね。ちょっと待って、コルテスさんって誰？コルテスさんって誰？ちょっと待って、探すわ。この辺にいるだろ？コルテ、この人か。いや、さぁ。いや、もうビジュアル的にどう考えてもこっちでしょ！こんな可愛い子仲間にせずに向こうの男二人を取るなんて人おるか！もうこれはもうソランジュさん一択でしょう。まあその二人仲間になるっていうのはメリットかもしれない。シーファイターっていうのもね、珍しいからね。どんなん持ってる？自軍ユニットの、最低か最低か最低じゃん。いやもうこれはどう考えても確かに、ジャンさんはさ、なんか育てたら、サイドシーフ誰でもできんのかい？いやでもどう考えてもソランジュさんでしょう。もうこれはもうソランジュさん行くわ
もう即決よ即決。ソランジュさん仲間になって。あら、レンティアの兵士さんね。私に手伝ってもらいたい？私は水上移動できる魚人族の海賊よ。扉や宝箱の解錠も得意だし、お役に立てると思うわ。え？東方大陸の海賊と戦うのにいいのって？海賊なんてお金さえ積めば誰の味方にでもなるんだから気にしなくていいわよ。それに私個人的にあのくっさい悪党海賊どもの手を組むのは嫌なの。今宵では大サービスで500ゴールドにしてあげるけど、どうする？やっとう。当然の選択ね。私みたいな凄腕の海賊をやっているなんてあなたたちラッキーよ。もう可愛いでしょ。もう可愛いの。もうなんだか魚臭いやつがレンティア軍にいるじゃねえか。俺は魚人は嫌いなんだ。おいコルテス、ずらかろうぜ。そうかい、しゃあねえな。即消えした。いやもう絶対ソランジュさんでしょ。このビジュアルはもう絶対よ。ちょうどあのポルタックさん連れてきてるから、あとでダガーとかもらおうか。ダブ神殿か。マーグさん、マーグ買うか。じゃあ手に結構ねお金使っちゃったんだけどね。全域マーグ買っとくか。この2つもねショップで買っといなんだっけ買っといたんだけど、一応もう一回買っとくか。店員ご夫はまあいいか。いやもうソランジュさんのこのビジュアル最高オブ最高だよ。じゃあちょっとクルトさん、そこの民家入ってみて。私はキノイ軍のアイテムを管理しておりますが、アイテムの整理をしていたらこんなものが出てきました。よろしければお使いください。価値か。価値別にいらないな。この辺は全部店じゃなくて市街地関係で訪問はできないと。でとりあえず左に行って、でも左が終わったらすぐ上がバー来るから、その上を対処しなきゃいけないし、ここ開けなきゃいけないしっていう感じだけど、まあとりあえずね、あのざっと見た感じ結構ね特攻武器持ちがいるんだよね。バルディッシュとかさ、だから傭兵、あのスベンさんみたいな人たちも入れつつ、まあでも斧が多いから、とりあえずまあ、で、アーバレスト持ってる人、このアーバレストが一応ゲットするんだったら、一応、飛ぶ人たちも連れていかなきゃいけないし、まあ、あの、でもこの子を連れていっちゃうと、後で、これ取りに行くのが面倒くさそうになりそうだから、この子は連れていかずに、あの、傭兵さん、この辺のスコドマンの人たちでなんとかしようかな。ジクモントさんどうしようかな。ジクモントさん連れてってもいいんだけどな。ただ、まあその、特攻、まあ、斧に対抗は、斧同士で対抗はできるっちゃできるんだけどね。ジクモントさん行く？ゲルトさんとかは別にこの辺で、待ってもろて。ボルタックさん、ボルタックさんのこれ交換しよっか。いや、名馬を持たせてるんだけど。スベンさんにあげた方がいいか。一応、ジクモントさん行く？バルバラさん今いないんだよね。後からポヨって出てくるんだけどね。で、どうしようかな。で、あんまりスカイライダーの人たち育ってないんだよね。あ、ちょっと待って。ちょっと敵さんのレベル、どのぐらい？その、初級のあれ、あー、高え！結構高えな。となると、あんまり弱い人は連れていけないから、初級のあの、あれだと5とか6までしか上げられるから、ステファンさんが強くなってるから、でも上から来た時にステファンさんじゃないと耐えられんとかあるかな。クルトさん。ステファンさんは一応、ソードに持ち帰ればっていうパターンができるから、ビクトリアさんは普通に素で剣使えるから。あ、でもソードがあれしか持ってないのか。ちょっと後でアイアンソードも持たせよう。どうしよっかな。氷星の首飾りは魔法だから。
魔法、これダブ、魔力。なんか一応持たせたけれども、持たせた意味あるかみたいな。ハイムの常備薬持ってるから、この人こっち行こうかな。で、魔王持ってるから、最悪の場合帰ることもできるし。ステファンさんどうしよっかな。上から来るのにステファンさんで対抗してもらうかどうかっていう感じだよな。ちょっと会話しとこうか。こちらはレンティア市街を守る北門です。解放すれば北へ進むことはできます。ですが北から敵軍が攻めてきた場合、海賊と同様に同時に相手をせねばならなくなります。それでも事前に北へ布陣することは重要でしょう。北門を解放なさいますか？ちなみにもう一つある北門も同時に解放することになります。まだその時ではない。今じゃねえ。絶対今じゃねえ。とりあえずゲクランさんたちをどうにかしてからかな。この二人ってプラスで追加された人か。別にあのゲストじゃないんだよね。多分今回は、でもあれかな？こう、右からこの船とかが、船動く？動かないよね。このなんかザブザブ来るんかな？それだと嫌だなって感じだけど。どうしよう。ナイマンさんはあり。ナイマンさんはあり。で、まあ、ソードマンの人たちは、海賊退治に向かってもらおう。で、ヒーラー、まあ、両方行こうか。一応、両方行くか。ドラゴンライダーの方は、一人だけこっちに行ってもらおうって、あとはちょっとここで待っといてもらおうか。この人なんだっけ？サムライさんか。強そう。まあ、一応サムライさんもこっち行ってもらおうかな。で、ナンシーさん、フィーナさん、ちょっと一人だけ連れて行こう。ちょっとレベルが足りるから。削って、ジアスさんはこっち守りかな。ジャクソンさんもこっちかな。うん。フィーナさんもこっちでいいかな。全員動いた？ OK。なんか来た！なんだい？なーに？レンティアとキノイ君が出てきただと？俺たちをただの海賊だと思って甘く見てやがるのか？世の中そんなに甘くねえってことを思い知らせてやらねえとな。てめえら行け行け！途中にある町もレンティア市街もぶん取っちまえ！ブンドルを感じて書くのはなかなか、ああ、来るんだ。今度は何？そこ？ああ、バルバラさん。ヴィルヘルム、これはどういうことかしら。バルバラは武器を取り上げられ、パレスの窓もない石室に留め置かれていた？あれ、ああ、嘘だったな。なんか若干うさんくさいなと思ったけど、ヴィルヘルムが重傷を負ったなど嘘であった。バルバラの前に、素敵な意味を浮かべたヴィルヘルムが現れる。あら、かわいいけど病んでる臭い。かわいいけど病んでる臭い。何持ってんの？タンバリン持ってんの？姉上がいけないのですよ。僕に黙って気の上に嫁いでしまわれるから。え、黙って言ったの？僕に相談もなく誰かのものになるなど許せない。僕はこんなにも姉上を愛しているというのに。あら、何愚かなことを言っているの。姉と弟で愛し合うなど、世界一放蕩な者が集まる東方大陸の召喚でさえ恥知らずと言われるわ。あなたは世界に名高い文化の都レンティアの評判を貶めるつまり、あなたには王族の自覚がないの。所詮は他人でしょ。僕と姉上以外の者のことなのどうでもいい。美形なんだけどな、ヴィルヘルムさん。王座なども邪魔なだけだ。レンティアが滅ぶなら滅んでしまえばいい。二人でどこか遠くへ逃げればいいのです。あらー、かわいいんだけどね。ヴィルヘルムはバルバラを押した。あ、やめなさい！これ以上は、ダメ！え？そのままなの？あらまあ、ヴィルヘルムさん、やったー。だけど、あり。ありじゃねえんだよ。ありじゃねえんだよ。いや、全然いいよ。やって。
いいよいいよ、可愛いからあり、ビルヘルムさんの見た目がありだからあり。最低の発言をしておりますが、ちょっとナンシーさん、ちょっと訪問して。レンティア軍とキノイ軍の方々ですね。村をお救いいただきありがとうございます。海賊が迫っている中、危ういところでした。私も村人に安心するよう祈りなさいとは言いましたが、正直もうダメかと思いました。今は力が必要な時代なのですから。私も連れて行っていただけませんか。自らの運命は自らの手で切り開かねば。癒しの杖が使えますので、皆様のお力になりたいと思います。はい、ありがとう。レオノーレさん、ヒーラー、ヒールレスト、マジックシールド、リブローあったっけ。ちょっとボルタック、誰かボルタックさんから何かをどうしようとか言ってたんだっけ。ああ、あれか、この子か。ソランジュさんはまあそれとして、まあとりあえずスベンさん走ってもて、まあエレオノーレさんどうしよっかな。グラックさんまあ行くか。まあとりあえずある程度、ちなみに早、やっぱまあソードマンの人たちは早いから、いい感じにダメージを、うん、そうだね、いい感じにダメージを与えて、なんとかまあスベンさんとかを、でもこんなに、ここまで割く必要はないと思うんだよな、正直な。チクってして、あとはスペンさんとライナーさんあたりで仕留める感じかな。クルトさん、ビクトリアさん、ちょっとボルタックさんにストックで、ちょっと、あ、いや、そうだったわ。よかった。ちょっと、君は行こう。ジックムントさんなぁ。いや、ちょっといわゆる、景気兵相手の、あれが、特攻持ちの人が何人かいらっしゃるから、ポールアックスとかもあるんだよな。だからそれを気をつけつつ、まあ、ソードマンの人たちでなんとかしていく感じかな。ファールックさん、レンジヒール7マス以内か。いいね。めっちゃいいね。もう、この、しかもな、あれ、制限なしだからめちゃめちゃさ、欲しい。くれじゃねえんだよ。マーズキラー持ってるけど、マーズキラーはあんま捕まらなさそうなんだよな。ちょっと、チクモントさんはこっちでいっか。ステファンさん。でも、ソード持ちだから、悩ましい。悩ましい。まあ、一応、レンジヒールだから、って感じ？間違えました。え、ツヤツか？あ、マジックシールか。ナイマンさん、なあ、ノーマットの人、こっち折れへんからな。どうしよっかな。ヤコブさんは、できれば、左、あ、違う。でも、どうしよっかな。ね、ちょっと、ルーベンさんね、ちょっとこの辺にいといてもらえる？で、すぐにここを救出できるように構えとこう。モロナオさんね。うまく、ボコって、残る一人でどうにかっていう感じで。だから、スベンさん以外だと誰が行くって感じやねんな。その、まあ、ビクトリアさん、スベンさん、もう一人ぐらい。さん、スベンさん。で、カミーラさんは、なんだっけ？名前出てこない。アーバレスト持ちの人をなんとかするように。で、この人、ディーターさん。ウードさん、ちょっと行くか。いや、なんかね、この辺の人たちもね、仲間になって、そんなにレベルが高くないから、フィーナさんはゲストユニットだから、こっちに行っといて。ステファンさんはもう十分強いからそんなに頑張らんでよし。ベラさん。ベラさん一応そのアーバレストの対抗用に。
アデーレさん、あ、でもアデーレさんがあれ持ってマーグ持ってんのか。あ、あ、そっか、この辺の会話も忘れてた。クルトさんとビクトリさん、アデーレさん、カミーラさん、バルバラさんまだ出てない、ディーターさん、エッカルトさん、ジグモンドさんとスベンさん、ジグモンドさんとスベンさん、ジグモンドさんどこ行った？でもジグモンドさん動いちゃったか。まあ、いや、ベラさんとアデーレさん行こう。ああ、懐かしいレンティア、ようやく戻ってくることができたわね。懐かしいものはいいけど、レンティアの騎士である私たちの腕の見せどころよ。高い山と海に挟まれたこの地形は徒歩では移動しにくいけれど、私たちのようなスカイライダーは自由に空を駆けられるのだから。分かっているわ。他国の騎士に遅れを取ることはない。でも海賊の弓には気をつけましょうね。斧にも気をつけて。クルトさん、ビクトリアさん、カミーラさん、バルバラさん、ディータさん、エッカルトさん、ディータさんとエッカルトさんって誰だ？ディータさん、ここ。シュテファンさん、エッカルトさん、この辺にいないか？エッカルトさん。エッカルトさん、この辺にいないか？エッカルトさん、これか？すまんな。ジグモンドさん、ここにいる。で、スベンさんが、あ、走り出してるけど、まだ間に合う。それだけか？クルトさん、ビクトリアさん、クルトさんとビクトリアさんは多分近くにいるはず。そうやな。カミーラさん、バルバラさん、まあ、多分バルバラさん、あれだな。ビルフェルムルさんを、ドーンってやって、来るんだろうな。やれっつって。やっつあれするんだろうな。君はちょっと、あ、ちょ、君は、え、君行った方がいいんだっけ？まあいいや。あんまりこっち側に人を割いてるとまずそうだけれどもって感じ？一人戻るか、後で。うん。あ、ここ3人は動かなくていい。来てるね。はい。